ビットプリ TV 始まるよ。はい、こんばんは。こんばんは。はい、今回ネット前ということなのでボレーの特集でよろしいでしょうか。はい、その通りです。今回はボレーでボールが浮いてしまう、まあ、そういうお悩みの方に向けてボレーを浮かさないポイント、それをちょっと3つに分けてお伝えできればと思います。はい、ありがとうございます。浮かないボレーということで、3つのポイントをね、意識して実践していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、浮かせないボレーのポイントの1つ目です。1つ目はですね、なるべくボールを自分の手元まで引きつけるという、どうしてもですね、打点が前すぎてしまうとラケットの面がこう開きやすくなってきます。やっぱり前で取ってこう開いてしまうとボールが浮く原因になってしまうんで、なるべく少し手元までボールを引きつけて打つということによって面が開かないで打てますから、少しボールをよく引きつけて自分の手元で打っていくと、なるべく前傾姿勢とかならないで、バックハンドもそうですけども、ボールを手元まで持ってきてボールを捉えてあげるというのが大事なポイントになります。これがどうしても苦手意識が強くて焦って前で取ってしまうと、面がこうやって開いてボールが浮きやすくなる原因になりますので、まあ、1つ目のポイントとしてはしっかりボールを引きつけてボールを、ね、打ってみましょう。はい、ポイントの2つ目です。ポイントの2つ目は、まあ、手首を軽くコックというこれこうやって曲げます。まあ、背屈って言いますが、少しこうやって角度をつけてこの状態でボールを待つようにします。伸びてしまうとラケットこうヘッドが下がっちゃうんで、少し手首に角度をつけて、まあ、大体私だと斜めに意識してるんですよ。斜めぐらいに準備していただけるとボールが浮きづらくなってきます。要するに下がっちゃってこっち下が出るとボールは浮きやすくなるんで、少し角度をつけて手首をこのように背屈させてコックさせてボールを捉えていきましょう。これがポイントの2つ目になります。ポイントの3つ目です。ポイントの3つ目は、少しボールよりもラケットを上にセットするとですね、少し上からボールに対して入るようにしていただけるとボールが浮きづらくなりますので、少しこのセットを少し気持ち上げて上からボールを入っていくということによって、少しスライスタッチのボレーになってボールも、ね、滑るようなボールになってくると思うので、ぜひその辺を試していただければと思います。